はい、皆様明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今年も元気よく皆様からの投稿とともに笑顔をお届けします。2023年ヒップホップ天付けのところおかしい。間違ってないだろう。間違ってない。セーフセーフ。2023年ヒップホップスタート。いや間違ってもないだろ。間違ってもないですよ。あと区切りのところがちょっと切り方がちょっと変な感じで別にいいじゃん別に。いや全然いいですよ。人笑い起きましたもん。ありがとう。それよりお前のおめでとうございますが早かったからだ。嬉しいやつ番組がスタートしたらね先におめでとうございます。ヒップさんに声でかかってるけど。早かったですよね。はいということでね738回目の生放送ということでね今年もよろしくお願いしますということですよ。あのね年賀状もいただいてるんですよ。ありがとうございます。嬉しい。ヒープネームラオ2号さんとうるま市の七市の高校生さんからありがとうございます。はいありがとうございます。嬉しいですねこういうの。はいさあじゃあもう今年も頑張っていきますかね。はいそうですね。目標あります？もうぴょんぴょん飛躍していきましょう。お前適当だな。急に振られたから適当にぴょんぴょんって言ったんだ。いや振らんのかなと思ってねそういうことでしょう。まあそうですね。まずはこちらのコーナー沖縄爆笑伝説。はい今週のお題は明けおめとなっておりますよ。はい。はい来ました、はい、ヒップネームノーリートミグスクさんいただきました。ありがとうございます、友達と3人で初詣に行くために、坪川駅で待ち合わせした、友達2人が来たので私が明けおめと言ったら、友達の1人がことよろと言った、そしたらもう1人の友達がしめ縄と言いよったいや4文字のなんか探そうとしてしめ縄何のゲームやですねしめ縄まあいいのチョイスしたなでもな、しめ縄ってただ何も略はしてないんですけどねしめ縄いいですねいいチョイスではあります。続きまして深爪のみつるさんからいただきました。深爪なんでしょうね。友達の家で新年会をやることになり一人一品ずつ持ち寄りということになったのだが、マサルーだけ普通に400円弁当一つ持ってきよった、空気読めないどころか100円そば誰か食べていいよって言ってた、やばすごいなマサルー行ったことないのかな一品持ち寄りパーティーとかもうなんか完成形を持っていったんだ。ドゥーチューしか食べないですからね400円の弁当ってすごいな、はいじゃあ続きまして、はい、ヒップネームプーチさんからいただきました。ありがとうございます。20代の頃、彼氏の部屋で新年を過ごそうとしていると彼氏の大学時代の友達という3人が遊びに来た、3人は私を無視して彼氏とおしゃべりをしていたが彼氏が席を外すと彼氏がいかに元カノに夢中だったかを話し始めた、最悪な気分で迎えた新年になった。何の集まりねこれ。こんな話するときあるんだよな。デジハゴきつ別れさせようとしてる。あ、そういうこと？あ、彼氏の中に好きな人がいるってこと？彼氏の作戦ってこと？じゃないですか。そうじゃなくてこんなやらせないんじゃないですか。こんな大事な日にな。手が込んでるな。バレンタインデー前に別れようみたいな。女性ってそういうこと考えてる。いや、じゃこれ彼氏側ですよ。彼氏側がやってる。そこまで勘ぐる？すごいな。そうじゃないかなって思いますけど。はい、明けおめっていうお題なんですけど、しんとすけ。はい。なんかありますか。そうですね、今年で言ったら、僕33になるんですけど、生活がこう困窮してまして。で、毎年親が大変だろうってことで、お年玉くれるんですよ、未だに。ただ、今年は優勝して50万取ったからか、なんかもらえなかったっすね。まあ、余裕あるだろうっていう。あげんでもいいかな。開けた気がしないですね、まだ。はい。で、あと、今日相方でですね、散髪代がないっていうことで、自分で髪切ってきてますね。王者じゃないわ。マジで。はい。早く50万ください。まだ入ってないんですよ。調整中ということで、よろしくお願いします。半分こすんだよ。半分こすね。それにしては上手に切れてる。そうだね。切れてますよね。ありがとうございます。すっきりしてるな。どんどん上手くなってるんですよ。すごい。ありがとうございます。はい。続きましてヒープネームゆうママさん。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。本年も楽しい番組楽しみにしております。はい、さて新年といえば年賀状が届きますよね。今年は会社から社長のピン撮り写真が入っている年賀状が届きました。一人で写ってる写真ってことですよね。それを小学4年生の娘が見てボソッと「元旦、元旦って元旦那ってことだよね。あ、いやそれ元旦な」朝から笑わしてくれました。すごい深掘りで元彼みたいな感じで元旦なんかミュージシャンみたいですね。元旦いやいや2023年元旦って分かんない。新春元旦嫌だな。合唱は嫌だな。さあ続いてはこちらのコーナー、沖縄爆笑伝説パート2だよ。よいしょ。はい、今週のお題は明けおめとなっておりますよ。行きましょう。はい、来ました。ヒップネームネプーさんいただきました。ありがとうございます。ネプーさん。初日の出を見ようとアラハビーチで待機していたら、いつの間にか夜が明けていて初日の出を見ることができなかった。アラハビーチは西海岸。夕日が綺麗に見えるところですからね。沈んでいく夕日。わからんかったのかな。バカボンになっちゃいましたね。無駄な元旦過ごしたんだろうな。おかしいと思わんかったのか途中な。でもよなんかよ若い時こんなの結構あったんだよな。やってしまう。あんまりなんか考えないで。おしゃれな場所に行けばみたいな。海見えたら見えるあらみたいな。この渋滞とかね人口で不安にならんのか。全然人いないっていう。さあ続きましてヒープネームうるまシーサーさんからいただきました。はい、ありがとうございます。元日に夫婦で年賀状を楽しみにしていて、年賀状を取りに行ってくると嫁に言い、嫁も子供を見ておくからお願いねと言っていて、ポストに取りに行ったらどっちにも1枚も来てなかった。正月からとっても悲しい気持ちになった。デージ1枚も来てんって。郵便局からも来てないそれ。あ、来るよね。嵐が並んでるやつ。来るよね。切ない。まあでもなんかあれですよね。年重ねていくと宣伝の年賀状が増えますよね。あ、そうですね。割引券と一緒にダンパチやとかね。来ますね。はい。じゃあ続きまして。はい。ヒープネーム沖縄の強しさんからいただきました。ありがとうございます。1年に1回だけ LINE で「明けましておめでとう」「今年もよろしくお願いします」って送ってくる人がいるけど、5年連続既読つけてないから心配になったのか8月に「生きていますか?」って連絡来てた。ここからは気合い、一生既読つけない。いやこれ5年で「生きていますか?」が来るんだ。4年ほっとけるんすね。安否を確認するラインじゃないのかな。なんかこの既読ついてないの気持ち悪くないですか。あれ消したくなるよね。嫌です。たまに友達とかでも250件ぐらい溜まってる。わかる。意味わからん。あの上の方に数字つくやつでしょ。わかる。俺もあれつけたくないんだよな。自分も嫌です。すぐ返したい。なんでこんなにムキになって既読つけない子してるの。ちょっと返してあげたら終わる話じゃないですか。かっこよくないよ。友達じゃないってことだよ多分ね。会った時気まずいけどぐらいやってあげてもいいのに。もうごめん迷惑だから送らんでって言ってくれてる。そうそうそう。返事ぐらいはなあ。そうですよ。はい。続きましてヒープネーム50年前から島ナイチャーさん。ありがとうございます。元日に会社の同僚から明けおめことよろ。金返せと書かれたラインが届いた。そういえば半年前に同僚から金借りたことを忘れてた。でも明けおめと答えろ入っててよかったですよね。開いて金返せよ怖いですよね。めでたいからプラマイゼロみたいな感じ。なんかリズムがいいですよね。明けおめことよろ金返せ。ラップみたいな。韻は踏んでないけどリズムがいい感じだったのかな。スッと入ってくる感じ。いやスッと入ってこなくても金は返せ。やんど。金から返せも。エイプネーム来ましたね。料理上手な程よい物産。アーリーの好きな。ありがとうございます。正月とにかく食うわと宮国のおばあに呼ばれたから行ってみたら、ひ孫が結婚すると連れてきた人が外国人さんだった。食ったテキサスに行くんでマーヤがと言われたので、タコス焼いてるところじゃないと言ったら、だからマーヤがしてやたやがと話がごちゃごちゃした。なんかこの会話。とにかく食うわっていうとにかく食うわ、なんかいろんな人で見送りたかったんでしょうね、この事件を事件ではないけど解決したいというか、来いお前も来いっていう。タコスってテキサスだっけ？メキシコメキシコっぽい。テキサスなんかバーガーとかそんな感じ。テキサスに行くんで行くったしてターヤがって一番面白いですね。誰かわからん人と会話してる。ターヤがは失礼だろ。ターヤが誰でもいいだろ。外国の方、いやターヤがパニックになっちゃって。はい、ありがとうございます。じゃあ一旦コマーシャルです。おば最強。最強ですね。とにかく食う。みんなで対峙しようという。沖縄爆笑伝説パート3だよ。はい、今週のお題は明けおめとなっておりますよ。はい。ヒープネームピュアなアイスさん。はい、ありがとうございます。姪っ子がおばあに「おばあ明けおめ」で電話をしたら、耳が遠いおばあが「あけみたやが」で電話を切られた。あけみよみたいなことに聞こえたのかな。あけみたやが身近にいるんでしょうね。またあけみがたやがって言った後切るんだな。すごい強いですね。いやいや、もう確かに返事またないんだなと思って、どこのあけみかは聞かないんですね。投げたくないんだ。たやがって言って切るんだね。すごいな。強い。続きましてイープーネームタパパさん。タパパさん。毎年1月1日が始まった瞬間に嫁が「今年もよろしくお願いします」と正座して言うので、自分も正座して「よろしくお願いいたします」と伝えますが、なぜか土下座している感覚。すごいですね。挨拶なのに俺なんか謝ってる気がするなみたいなね。なんか振り落ちない、なんかこの体勢嫌だなって思うんですから、土下座慣れしてるのかな。そうですね。そうじゃないとそんな感じしないですもんね。じゃないと土下座な錯覚にならない。謝ってるんだ。むやが土下座慣れる。何回やってるば。土下座慣れってあるんですね。続きましてヒープネームみちちるさん。ありがとうございます。みちちるさん。昔 LINE が普及していない頃、女友達へ「明けましておめでとう、今年もよろしくね」と絵文字たっぷりにメールを制作し、送信するときに CC で彼女女友達複数人に一斉送信してしまった。その後「送ってないよ」って苦し紛れに言い訳していたシニフラーだったやつさ。もう女性ほぼ全員にバッていくっていうやつ。ああちょっと恥ずかしい。恥ずかしいね。恥ずかしいっす。いや向きたか生きてるあれの見たかい文字をいっぱい送って誰にもみたいなね。あとでデージ言われるやつ。気まずい。ヒープネームうるま市のナーターさん。はい、ありがとうございます。ワンが小さい頃、おじいがだお年玉あげよって言って、おじいが小銭を握ってはいお年玉って言って名簿をさわされた。シニア無担。やだ。だから小銭を握っておじいがはいお年玉つかガチガチに固くして。あ、何この怖い話。なんすかあんな。おじい。お金くれそうだなと思ったら名簿され変わったんですよね。一応おじいなりの頑張りというか、おじいジョークみたいな感じだったと思うんですけど、その後はいお年玉がないとちょっと本当にあげたかどうかですよね。だから1年間会いたくないですよね。もう遊びに行かない。続きましてヒープネーム空飛ぶ光さん。ありがとうございます。新年明けましておめでとうございます。1月1日、僕の今年の初夢は2年前に付き合っていた彼女に当時ハマっていたゲームを熱弁したら「へえ」とそっけなく返答された過去の思い出夢でした。今年もよろしくお願いします。何がよや、何がよや。過去の思い出夢だったんだ。過去なんだこれ。これなんだこれ。これ夢占いでやったらなんていう意味なんでしょうかね。一富士とかあんなジャンルではないからな。2年前昔付き合ってた彼女の夢とか見ます？いやみんなですね。見たとしてても言わないですよね。あ、僕も見ないですね。もう全然全く見ないです。一切見ないですね。見ないですね。アーリーは見る？見たことあります。やゆうば。お前今日かっこいいな、ずっと。元からや。お前今日ずっとかっこいいな。何人ぐらいの。何人ぐらいの。何人ぐらいのって言ったら、また私。出てくる彼氏の数よ。いいな。次な。あ、次言った。エイブネーム、こじらせたさん。ありがとうございます。2年連続年末年始に風邪などにかかり寝正月、モーリーさん、そんな僕らに厄払いをお願いします。風邪などに俺こんなのやってないけどな。厄払い的なのやってない。年明けはやっぱりもうこれで忙しいですから。厄払い多いですね。今日5件入ってましたね、依頼がね。5件入ってました。じゃあもう5件入ってましたで笑わなかったら無理よ。結構いける、雰囲気的にはいけるんじゃない。いこうかな。じゃあ厄払いお願いします。厄払いじゃあ一発ギャグでいきましょうか。1に続いてヨークシャテリア1。よいしょ。いけ。俺も厄払いしてもらっていいですか。俺まず先にやってもらっていいですか。キジとのやる前に僕のやってもらってからやりますよ。今相当な役が入りました。自分で厄払いはできない。びっくりしました。空調の音だけしか聞かない。もうやばい。空調の音。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございますじゃないですよ。続きましてラスト、キープネームサウロお兄さん。あだす。はい、やります。SNS からダイレクトメールが来て、明けましておめでとうございまー。あなたはおバカさんね。私と夜のダンシングマシーンになって遊べ。とメールが来ました。とっても面白かったです。終わり。たが引っかかるか。私と夜のダンシングマシンになって遊べ。死にこれ外国人が死に嫌な翻訳でやったってことですよね。これ2、3回読んだら味わい深いなデイジー。すごい。ありがとうございました。じゃあコマーシャルです。だってあなたはおバカさん。もっと私と夜のダンシングマシン。はい、今週もたくさんのメール本当にどうもありがとうございました。新たな爆笑伝説の認定。今週はさあ誰でしょう。誰なんでしょうか。ひ孫が外国人と結婚すると言ったらおばあが「食ったテキサスに行くんでマーヤがやたやが」と言った上手な程よい物産おめでとうございます。素晴らしい。マーヤがターヤがコンビみたいですね。マーヤがターヤが売れんいいですね。はい、ということでね、さあ2023年もですねテレビをご覧の皆さんと一緒にですねヒップホップ番組作っていきたいなと思っておりますので、この番組は本当に皆さんの投稿がもう命ですので、今年もですね番内送ってきてください。よろしくお願いします。さあでは来週のお題いきますか。そろそろさあそれでは来週のお題参りましょう。来週のお題を馬でお願いします。おっと何ですか。何がさあ明日は各地で成人式が行われるということで、20歳になった、そして20歳を迎える皆さんに私からじゃじゃん、化粧は落としてから寝てよということをちょっと伝えたいっていう。大事なことですね。大事なんですよ。この若い時の蓄積が今来るからさ、本当に今消えるからちゃんと気をつけた方がいいよ。